風呂上がりとかめっちゃ暑いからもう半袖でちょうどいいくらい外とか、うん、もう冬なんてどっか行ってしまいました。冬も春もなんか過ぎ去ってもう夏なの？もう夏かな？でもまだ梅雨来てない？なんかもう暑いなっていう感じです。蚊が出始めましたよね。こないだなんか撮影してたら10カ所くらい刺されました。あゆで覚えてください。いっぱい来てください。髪の毛乾かした後超暑くない？髪の毛乾かした後めっちゃ暑いけど、なんかその後クーラーで、ドライヤーのクーラータイプで涼しくさせる。うん。蚊にも好かれる。いやもう血が美味しいんでしょうね。本当に虫除けを塗っての10箇所だったので、蚊が出始めています。悲しい、やだよ。うん、でも蚊ってなんか4階ぐらいじゃないと上まで上がれないんですよね。上にはあんまいないからさ、ずっと上にいようって思ってなんか上で暮らしたい、うんうん、あとはなんか昨日たこ焼きパーティーしてめっちゃ粉もんめっちゃ食べたけんむくんじゃった。あとは生写真撮影があるので頑張って、今はダイエット頑張るのが目標。とりあえず頑張って、また6月までに、休みまでってもないんだけど6月に撮影もあるし、痩せてちょっと気を引き締めたいと思います。なんか食べてダイエット、食べてダイエット繰り返してますね。やばい、倒れそうで怖い、倒れそうで怖い。今日いつもと違う場所でさ、ベッドの上なので、なんかでソファに固定してるので落ちそう。疲れてなくて、でもダラダラしてたからなんかなんていうの、オフ感満載かもめっちゃオフ感。もうね、寝る準備万端なんですよ。パジャマも着て、お風呂も入って、今日はもう眠くなったら終わります。眠くなるかな、眠くなったら終わります。なんか目とか見えになっちゃっててちょっと嫌ですね。オフの彼女感ありますか？どうだオフ感満載。ゆっくりもう少しで会えるの大阪だ、楽しみだ。大阪行きたい、早く。待ってや、大阪ってことはさ粉もんやん、またやん、太るやん、無理あー551食べれんやん。551食べたいから551食べるためにあの痩せとくわ頑張ろう毎日。なんかなんかね、健康な食事をしても私太るんですよ基本。わかんないけど、なんでか小柄、ちっちゃいからかな身長が、うん、なんか吸収しにくい人なのかな。日によってね違うからさ、頑張ります。うん、あの太るために痩せます。食べるからね。リハツアー楽しみだ。ただね、早替えが本当に私一番大変なチームなんですよ。早替え頑張ります。うん、大阪はもう551目当てで行きます。え、売ってるんかな、冷凍とかしか前なかった気するけど、なんかねあるんですよ、冷凍しかなんか売ってないところと、今日めっちゃ声低い、冷凍しか売ってないところと食べれるところがあって、
なんか前お仕事で行った時はね、冷凍ギリギリで551のところ行ったら、なんか冷凍しか売ってなくって、ん？みたいな、なんかあるんですよね、きっと。あ、ディクロおじさんのチーズケーキ有名なんですか？食べたいですね。食べたいです。でも福岡もありますよ。なんかふわふわのチーズケーキあります、あります。でも一番好きなのはカカのチーズケーキ。ディクロおじさんめっちゃ美味しいよ。え、そうなんだ。ふわふわしてそう。なんか新大阪の駅の中、あ、そうなんだ。どっち側だろう、こっちとこっち。なんか駅の中か、駅の中。どこにあるんだろう、私も見たことないかも。あ、鉄おじさんのチーズケーキ、そうそう、それは福岡でめっちゃ美味しくて、なんかあ、ふわふわしててめっちゃ美味しいです。うん、ぐらいかな。なんか食べたいです、めっちゃ。あ、そうそう、レンジでチンしたらさらにふわふわになるという、最高。へえ。大阪空港2つありますもんね。なんかプライベートでめっちゃ行きたいです。B さんの MV 早く見たいですね。そうそう、待ち遠しい。あの女の子たちがたくさんメンションしてて可愛かった。ありがとうございます。メイクをしたらビジュアルが上がらせていただいてありがとうございます。 B さんのジャケットめっちゃ良かったよ。って写り良かったですか。ありがとうございます。ボブにして初ジャケなんで、ありがとうございます。嬉しいです。うん。おお、 B さんいいっすか。ありがとう、ありがとうございます。まあそんなこと言っていただけてありがとうございます。ミクに眠くないですね。あ、なんか本当に今素の状態みたいな。なんかいつも眠いって聞かれるんですけど、オフ感満載でやらせていただいてます。どうもです。疲れてもないし眠くもないんですけど、これが私のオフ。テンション低く、オフ感満載なんですけど、ごめんなさい、すいませんね。あのいつもフォーンってしてるんですよ。どうもすいません。これ実はこんな感じなんです。すいません。まったりとしてで、なんかいつも楽屋ではねこういう感じが多いんですよね。あのたまにあの疲れてるとか大丈夫とか眠いとか言われるんですけど、あのリラックスした状態がこんな感じかもです。どうも。うん、まあ基本お酒飲んでても飲んでなくてもなんかテンションは高いですよ、割と。人とに会っちゃうからさ、上下は激しいです。喉治んなくて喉飴舐めてます今ずっと。喉を潤すシールがあって、シール飴みたいな、んか何だっけ、これ喉に話しながら使える、なんかと貼り付くトローチみたいなのを結構使っちゃってますね。オレンジ味かな、ライチ味か。これめっちゃなんか
喉痛くなりやすい時月光買ってて声を今張ってます。はい、そうそう、だから話しながら、だからなんか仕事の会議とかめっちゃいいですよこれ。貼り付くトローチ、貼り名が今上に貼られてるんですけど、めっちゃいいですこれ、本当におすすめです。これつけながらなんか過ごしてることが多いです。喉痛い時は買ってくださいぜひ。でも昨日用マックス入れたかったからなんか悪化はしてなくて嬉しい。うわ、これすごいですね。私もこれ初めて、去年初めて買ったんだけど、おすすめされて、あ、こんなのあるんだと思って愛用しています。これ舐めながら水も飲めるし、ちゃんと貼ってて溶けていくから、そう、なんかの最初めっちゃ硬いんですけど、これ怖くないってなるんですけど、なんか上にちゃんと貼られててどんどん溶けていく感じだから、息する時もなんかちょうどいい。そう、上に貼るんですよね。はい、うわうわうわ、上に、うん、今度振り返しなきゃいけない。ありがとう、振り返、初めて休んでしまってさ、私も体調崩しちゃってた、申し訳ない。こういう感じでこれが溶けるんですよ、口の中で。上に貼れば OK。 よくできてますよね最近、なんかすごい進化して便利。リピ買いしているもの知りたい。私、なんだろう、リピ買いか、なんだろうな、青汁、どうしようなんもないやけど、日常品ティッシュとかしかない。リピ買いか、待ってな、なんかあるかな。うーん、いない、日常品しかないけど、日常品以外のものでリピ買いしてるものないかもしれない。普通に毎回買ってるの、ティッシュ、ウェットティッシュ、トイレットペーパー、洗剤、リピ買いか、あとか、あのサランラップ系とかのやつ。リピ買いなんかあるかいな。あー、香水は割とリピ買いしちゃうかも。大体の香水はリピ買いしますね。香水は好きですね。寝る時の気に入りはドルガバのこれが一番好き。寝るときはこの香水をつけてて、リピ買いは香水かな、香水がこれディオールで、白のサボン、これはフリー、普通にお出かけするときに塗る。これシャネル、これライブとかたまにイベントとかでつけてる。あと、もろもろ、香水が好きで集めてますね。香水ババア。香水がないと寝れないんですよ、夜。あと、ボディクリームとか、いい香りするもん。匂い、香りフェチなので、いつも寝るときは香水つけてます。一人のときとか。香水ババアです。香りフェチ、香水かな、ずっとリピ買いしてるもの。あー、ファンの人の方が詳しいかも、私より。じゃがりこだ、
リピ買いしてるものはじゃがりこです。あとあれだ、あのなんだっけ、食べっ子水族館ごめんね、食べ物ばっかりで。食べっ子水族館とじゃがりこ、まあ、じゃがりこが多いかな。食べっ子水族館アマゾンやから、ファンの人の方が詳しいねじゃがりこかな、それはそうだよ、じゃがりこだ。リピ買いしてるのはじゃがりこ。なんかイヤホンしてるからみくりの声が小芝居く感じる。そうなんですね、ごめんなさい。すっきりとした声で話します。なんか日焼けしたかも、外開けっぱなしのやつとかなんか色黒くね。いや日焼けしたやろこれ完全に。あっちゃん油断は禁物ってこういうことなんやな。なんかめっちゃ日焼けしとるんやけど、知らない、うぶ日焼けしとるんやけど、やば。いっか、え、ここの色は黒い、暗いかな、ここ電気つけてないから。向こうしか電気 つけてないからかな。飛行機では寝ますよ、寝るけどなんか首が痛くなるよ飛行機で寝ると。私たちは今日は一日何してたん。今日は部屋の掃除と寝てた、寝てました。10時くらいに起きて何してたんだろうってぼーっとしてて、お風呂入ろうって20時にニートみたいな感じの生活、20時にちょっとなんかショールームしなきゃ、ちょっとやばいやばいと思って、なんかしなきゃと思って20時に起きて、もともと起きてたんですけど20時にベッドから離れてお風呂入って掃除したりして今ここに至る。ちょっとなんか寝てたわ。休みの日だからめっちゃ休みの日でした、はい、あ、運動しましたよ、はい、今もちなみに運動してる。息を吸って吐く、それが運動です。息を吸って吐くこともまあ運動かなっていう、生きてるだけでそれは運動につながるという休みの日今日はお風呂入りながらジムそろそろ行かなきゃなとか思ってたんですけど、これも運動、運動ですよこれも。元気がないので家から出てないです。出ないといけない、ちょっとゴミ出しとかねしなきゃいけない、ちょっと生きてるだけで偉い、うん、今日ラジオ体操してない、今日そうする元気もなくずっと寝てた。冬眠、なんていうんですか、ドラキューラ箱の中に入っているようにすやすやしてました。すっぴんの唇も可愛い、ありがとうございます。だったら日焼けせんやろ。太陽光と空気を吸うのはめっちゃ好きで、カーテン開けて窓全開にしてたから一日中、朝7時8時に目覚めたから窓全開にしてて、ふーっと息を吸って吐いてそっからずっとなんか太陽の光浴びながらゴロゴロしてたから
日焼けしてる。ちょっと、それは焼けるよね。あとは掃除するの好きだから、掃除したり模様替えしたりとかしてました。リクリーのおかげで毎日楽しく過ごしてありがとう。それだったら私も楽しい、ありがとう、ドラキュラ溶けてる。確かにまあベッド黒いからさ、黒で埋められてるから大丈夫、潜ってるから。布団干すと気持ちいいね、わかるよ。今最近はもう布団新しいのに変えたも干せてないけど、昔よく干してたからわかる。干した後の布団の香りいいよね。家事はママよ、どういうこと？おエアベッドで寝心地だ。これ空気ベッドなんですけど、みんな言うね、これ寝心地がいいって。エレタンとかこれすごいって言われます。空気ベッドの上にアマゾンでなんか買った、なんて言うんだろう、ふわっとシートみたいなのを載せてるから、なんか二段層みたいな感じにさせてるんですよ。なんか寝心地すごくいいです。この1枚でも寝れるようなシートを空気ベッドの上に置いてるから、めっちゃ寝心地よくて、もうベッドに行ったらもう終わりです。でなんかシルク素材の、私ホテルのシーツめっちゃ好きで、それに似たシルク素材のなんかこういうのを夏でも冬でも使える、これをやってるので使ってるから、もう離れられない。もうベッドに来たらもう、あ無理って言ってずっと足スリスリさせちゃいます。超気持ちいいです。ベッドが高かったよりもなんか全部買ったから、ソファーとか、ソファーは一番高かったかな。あでも机も高かったし、意外となんか全部高かったかな。なんかほぼ貯金飛んでいっちゃった。仕方ない。明日はお昼から生写真があります。でもそれだけ。明日とかもショールームできそうです、メイクしたままとかね。仕事終わりなんて疲れて癒やしようかです。おー疲れい、なんかお酒飲んだらお疲れお疲れい、お疲れ様。雑いいじゃんいいじゃん。タンス、いや本当はタンスの件でさ、タンスもらいたかった。でもないから、サウナ好き。前も同じ質問してませんでした？前も答えました、私岩盤浴の方が好きって。人の話聞いてますか？もうなんか一回やったこと覚えて。前も話したでしょうが、覚えてないと見てないかな。岩盤浴の方が好きだよ、ミク。イエイ。好きよ。ミクなんかでも怖いね。誰が何のコメントしたかもう覚えてるって怖いね。逆にすごいね。怖いね。なんか記憶力怖いね。ミクさん毎日ご褒美作ってますか？作ってないよ。ご褒美はねあげてない。なんかご褒美をあげるほどなんか頑張ったって言えるものがなんかなくて、やって当たり前だろみたいなことばっかり最近。なんか仕事してるのは当たり前のことだから、自分の中でなんかないかなーって探しながら
なんか無理をするのが当たり前って感じで昔から生きてきたからさ、ご褒美っていうものをなんか最近与えてないな。これご褒美って思ってる、思ってないかも。思ってないで普通に今日頑張ったからじゃがりこ食べようっていう気持ちかも。それがご褒美なんか、なんか常にはあげてないけど、なんかしなんて言うんだろう、でもしんどくもなく、なんかなんやろ、で昔はこれやったらご褒美しようとか思ってたんですよ。例えばソロコンサート終わったらご褒美あげようとか、なんか大きいことが終わったら、総選挙とか終わったら自分にご褒美あげようとかあったんですけど、今なんかなくて、そういうどでかい何か、なんかツアーとかも急遽やったし、やって当たり前みたいな感じだったから、最近ないですね。ちっちゃなご褒美ばっかりです。はい。でもなんか私ちょっと仕事とかも追い込まれた方が余計なこと考えなくていいからいいかもしれないです。定期的になんかめっちゃ暇よりも、まあちょっと忙しい時の方が充実するというか、そっちのタイプなので、なんか常に何かしときたいなみたいな人であるか。そうそう、暇よりも、そう、まあ、休みもたまに欲しいけど、その休みさえも予定を立てて充実させたいみたいな感じかも。なんか余計なこといろいろ考えちゃう、まあ、考えても意味ないことを考えてしまう癖があって、なんか私の生活がその暇だとなんかずれるんですよ。だから私は仕事をしている自分が好きだし、仕事をしている自分が一番輝いてるから、なんかオフの日とかはあんまり続けると、ちょっと違うかな、なんかわかんないけど、あったらあったでなんかそのエネルギー貯める期間ですごくいいんだけど、割と仕事してる時忙しい方がなんかいいかな、なんて言うんだろう、やりがいを感じるお仕事の時はすごく生き生きしてる自分が、なんかいいお仕事来たって思うのが続くと本当にやりがいを感じてしまいます。お仕事の中でもやっぱあるじゃないですかいいなって思う自分の好みな好きな仕事と、よし頑張らなきゃ頑張らなきゃって思う仕事と、いいなって思う仕事いっぱいやり続けるとキラキラできちゃう自分が、余計なこと考えなくてよ済んじゃうから、そうじっくりするよりもトントン拍子で進むみたいな、トントンでやっていきたいです。嫌だなって仕事とは、嫌だなって仕事とはあんまないですよ。嫌だなって思う仕事、なんかあるかな、まああんまないんですけど嫌だなって思うことないんですけど、なんかなんて言うんだろう、ないですね。嫌だなって思うことはないかも。基本なんか仕事自体好きなんで全部好きだけど、なんかいいなって思うさ、あと映画の仕事とか圧倒的にでかい仕事の時が続く時はめっちゃ嬉しいです。 NG なしですね。 NG はないですよ。 NG っていうか、なんかさすがに嫌だなって思うのは嫌だけど、基本的にはなんか水着着てなかった時期とか私別に NG にしてなかったし、ないですよそんな。なんか自分にとってプラスになりそうなお仕事はやるけど、プラスにならなくってファンの人も悲しみそうな仕事はやらないって感じですね。でもなんか基本的には自分のお仕事
そしてこの先に続いていけていいのか悪いのか考えてやってるから、なんかしっかり考えてやってます。なんか嫌だからやらないとかはないです。なんかそんな簡単な感じで仕事は見てなくて、いろんな目線から見た結果の上で NG だったり OK だったりをしてるかも。本当に、あ、まただ長時間睡眠希望さん、またターン投げて、この間投げてくださいましたね、あのエレタンの時ね、ありがとうございます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 。みくちゃんの活動を見てると本当にファンのことを大切にしてくれる、ファンのことを大切にというか大好きですね。なんかいないとダメな存在なので、本当にお互いがそう思い合える関係だったらいいなと思います。私はファンの人いないとダメやし、ファンの人もみくがいないとダメっていうその関係性があればいいなって思ってるよ。大切です。今日おとなしい、あ、フリーですかフリー、なんか今日なんて言うんだろう、リラックスタイム、リラックスタイムです。みくりん一押しの人生でよかった、お、ありがとうございます。なんかもしもなんか あれですよね、なんかね、もう何でもないです気になっちゃうありがとうございます。もしもいつか私が言うけど、もう何十年後か先に卒業するってなった時、一緒に推し見つけましょう。次の博多推しさん、わかんない、誰だっけ、ちょっと名前まずわかんないんですけど、一緒に推し見つけて次の推し見つけます。 HKT の中で、はい、今は一押しでいてください。まだ何十年後か先なんですけど、博多推しさんのいい子を一緒に選ぼうよ次の推し見つけとこうよくないですか何か HKT 応援しないってなるの嫌だからさ、何か HKT にはまだ推しを作ってもらい、私のことも応援してもらいいいじゃん、うん、今はダメですよ、ないんで、マジでほんと 何億年後か先、嫌なんですよ。なんかみくりんが卒業しそうだから次の推し作っとこうって言われるのが嫌で、なんか私卒業しろって言われてるのかなとか思っちゃうから、なんかしないから、なんかするとき言いますよ本当に勝手に見つけてないでもらいたい、その安易な考えで、うん、願いします、うん、いい子タイプの子一緒に見つけましょうね。まだ、ね、まだ全然数億年ぐらいいると思うんですけど、はい、うん、卒業しないでねって言われるのも嫌でしょ。嫌じゃない、なんか次の夢を見つけてたら申し訳ないなって思うけど、私は HKT が好きで入ったから別にその後の夢なんて今ないし、嫌じゃない、 いていいんだなってホッとする、ありがとうって思う、それぐらい HKT が好き、うん、もう数億年後なんて私いないんですけど、まあだから9年目だけど悔しいなって思うこととか嬉しいなって思う感情があって嬉しいです。コロナ禍になってなんかなんて言うんだろう、嬉しいなとか悲しいなと思うことが前より減ってきちゃってて安定しちゃってるから、そんな中でさ、なんか悔しいなとか嬉しいなって思うことが
いろんなことを通して思ったらさ、なんかそれぐらい HKT と前向き合ってるんだなって思えて嬉しくなる。ちょっとファンの人がどう思ってるか知らないけど、うん、なんかファンの人もたまに気持ちをさ伝えてくれる時あって、それは嬉しい。ハンバーグで好きなソースはありますか？うん、違う流れでね、ハンバーグで好きなソースはオニオンソースかな。オニオンソースが好きです。うん、セブンで一番好きなアイスは、セブンで一番好きなアイスですか？なんだろうな、ムースかな。給食でよく出てませんでした、ムース。ムースが好きかも。ニクリンは初めましての人には塩対応ですか？初めましての人にはですか？いや、私特に塩対応できないタイプなのでないです。塩対応ではないと思います。塩対応してって言われるのが一番苦手ですね。事故ります。ミクリのおすすめの料理何？おすすめの料理、手料理ってこと？手料理で私が一番おいしいのは、本当にシュールなんですけど、人参しりしり。あ、でも個人的に自分で好きで食べるのはナスの田楽かな。鶏肉と炒めて細切り。ミクリンしりしりです。塩対応されたことない。塩対応でも、なんか塩対応してほしいっていうファンの方もいて、塩対応を伝授したい。塩対応してくださいって言うと、なんかただの悪口言っちゃうんだよね。わかんないよ、その塩対応がさ。塩対応をちょっと伝授したい。田中美子、塩対応を伝授したってペロリョリンってなりたいよ。ミクリンは神対応だよ。だって好きなんでね、神に対応しているので、はい、私が神ではなくて来てくださる方がやっぱ神なので、神に対応させていただいているので神対応です。はい、もちろん塩だよね。なんか塩っぽいさ、アンチっぽい人が来たらさ、塩対応になりますよ、こっちも。はい、塩の人に対応してるんですから。でもやっぱ神が来てもらうと、やっぱ神対応になっちゃうんですよ。神の対応をしなければいけない。よろしくお願いします。はい、うん、リアコ対応してください。じゃあいつか会いに来た時な。こんばんは、こんばんは。餃子の王将行ったこと、行ったことあるかな。二の二ばっかり行く、行ってみたいけど、なんかそれってさ、あれやろが、大阪でしょ餃子の王将って。違うの、なんか餃子の大阪なんとかの餃子の王将って書いてあったけど、峯岸みなみさんがなんか番組かなんか YouTube かなんかで餃子めっちゃ食べてるの見て、めっちゃ餃子食べたくなって、餃子一時期ハマって、よくお母さんと餃子食べに行ってたけど、羽根付き餃子が好きです。チェーン店なん餃子の王将、記憶上ではないけど、連れて行ってもらったことあるんかな、家族に。分からん、忘れる。いつも家族とご飯行くときは、なんかついていくだけやけん、なんかどこどこに行くとかなくて、自分がの中で。そう、あ、なんか全然あります。なんか昔から家族でお出かけするときに、今自分がどこにいるのか分かんないことがありますよ。はい、ここどこにいるのって聞かないと、その携帯とか持ってなかった時期とか、どこに行ってるのか分かんなかった。阿蘇に行くよとかやったら阿蘇って分かるけど、なんか何々しに食べに行こうって言って車乗った時、
どこにいるか分かんなくなる。うん、二の二はよく言ってたよ。お母さんが好きで二の二が言ってた。後ろついてく感じ、いつもいつもお母さんの後ろついていってた。阿蘇に行く、阿蘇阿蘇って言って。うん、二の二何食べる？餃子、あとなんか辛い麺があって、それ辛い麺を食べれないのに頼むんですよ親が。それをなんか無理してみんなで食べるっていう、ド M なんかな、みんな頑張って食べてるっていう。で結局お父さんが全部食べる羽目になるっていう。そうそう、福岡二の二が有名なんですよ、美味しい。あとなんか、ね、いいなと思うところは本当に出てくるのが早い。二の二はさ、清さんの MC のイメージ強いよね、わかる。一口餃子美味しそう。小籠包とかも好きよ。え、なんか話してたらもう45分。え、やば、20分くらいかと思ってた。え、え、あれ、うん、一瞬すぎるね。ゆくりん四国とか行きましょう。四国は なんか今行かんな、なんかいろんなところ、うん、みくりんは永遠に話せ、永遠に話せるよきっと。ショールームとか河内ありがとう。名古屋にまた行けるなら何がしたい？名古屋また行けるなら何しようかな。名古屋のなんかめっちゃ美味しい、あ、ひつまぶしも食べたいんやけど、めっちゃ美味しいなんかご飯食べたいな。グルメとかあるやん、なんかその名古屋グルメみたいなアカウントとかさ、フォロワー多いアカウントとか見て回りたいな。あと一回一旦 SKE 劇場立たせてもらいます。出してもらって、あの SK さんのファンの方に見てもらいます。知ってますか、田中美久ですっつって。はい、それかファンとして並んでるかもしれないです。大阪行っても同じことやります、やりたいです。知らないって、覚えていってくださいって言いますね、名刺渡しときます、住所も渡しておきます。ペイペイドームの HKT48 劇場の住所を渡しておきます。みくちゃんのファンがいたりして、もうその時はあの事情聴取します、はい、どうしてここにいるのって。聞いてないよって。一人っ子でいい点と悪いところ、いい点はまあ、自分のものは自分のものっていう、なんか一人の時間があるところ。悪いなって思う点は、一人っ子だからこそ親の愛情というか執着がすごくて、何をやるにも許可が必要だったりとかって感じですね。本当に心配性だし、親どこに行くにも GPS がついてて携帯に昔どこに行くにも何をするにもあれだから、今どこにいるのって聞かれるも前にどこにいるかを分かってるっていう。本当にすごい心配して愛してくれてるのかなっていう、そうそう感じですね。そうそうそう、しっかりと管理、もう一人のマネージャーみたいな感じですごい徹底して愛をやってくれてましたね。はい、
なんて言うんだろう、私なのに私じゃないみたいな、なんか私がもう一人いるみたいな、私のことを全部言う、その今日の スケジュールはこうですって伝えてたりしてた時期もあったから、なんかそのやっぱ一人しかいないからさ、いろいろ知るわけじゃん。それがなんかちょっときついなって思うこともあったから、あるから、それが悪いところかな、うん、そうそう、まあ心配して応援してくれてるのかなという。今日ピンクのパジャマです。はい、寝るときはあのパーカーに着替えますけど、反抗期ってあった。反抗期はなんかその反抗するっていうよりも、反抗する時期はあったんですけど、私本当に面倒くさくなったらもうね、ぶっちしちゃうタイプなんですよね。 LINE も携帯も一人になりたいって思うタイプだったから、なんか嫌やなーって、めんどくさいなって、話しても解決しないなって思うことがあったら、なんか反抗する力がなくて連絡を切ります、うん、それはなんか昔喧嘩してる友達とかもそうでした。なんかもう話してもなんか解決しないなみたいな時あるじゃないですか、もうすれ違いすぎて。ケアもうなんかなんて言うんだろう、ブロック全部消去、いつかどこかでまた会えますようにってなるかな。なんかめんどくさくなっちゃう本当に、うん、そうですね、反抗する元気がないです。話しますよ、すれ違いとかあったら、喧嘩した時とか話すけど、話しても無理だなってなった時は、うん、バイバイ、また来世で会いましょうってなっちゃう、うん、一番好きなラーメン、ラーメンですか、うわーラーメン好きやけどあんま食べん、なんかあるかな、ラーメン好きなの、いや、私って本当に一蘭ぐらいしか食べないんですよ、プライベートで。やっぱ一蘭の店舗いっぱいあるからさ、いろんなところにラーメン食べたいなってなったら、もうその一蘭がいっぱいあるから一蘭に行っちゃうんやけど、メンバーと。でもやっぱ一番好きなのは地元のラーメンかな。まあ、ラーメンってさ、ほんと味違うよね、どこも。でもなんか熊本のラーメンが一番好きかも、私、うん、熊本のラーメン豚骨なのかな、分からんけど。あとね、記憶1回しか、なんか多分1、2回しか行ってなくて、で最近になってずっと行けてなくて、最近っていうかもう前から行けてないんやけど、ね、シンシンっていうラーメンがね、美味しかったイメージあったんだよね。なんか結構匂いが強くて、服とかにも豚骨の匂い染みついちゃうと思うんやけど、紳士のなんか天神かなここにあったラーメンがめっちゃ巻いた時美味しくて、でも多分ね、そこは匂いが結構強いから、好きな人と嫌いな人で分かれるかもしれない。ラーメンは結構好きで、ちなみにあのチャーシュー好きで、チャーシューが分厚ければ分厚いほど好きです。あと麺は細麺が好きで、基本ね、私ちゃんぽん麺苦手なんです。だからちゃんぽんあんま好きじゃなくて、本当に細い麺が好きです。パスタも、パスタはなんか平らな平べったい麺が好きです。本当に平らな、あでメンマが普通に苦手だったんですけど、最近っていうかちょっと前から好きになりました。でもあんま基本ほんと食べん、メンマ別なくてもいいかなっていう感覚です。はい、
あ、そうそう、その麺美味しいですね。あ、そう、私ね、本当にフリーの時ね、眠そうってめっちゃ言われるんですよ。このテンションで普通になんか10、もう今からでも別に24時間ずっと語れるくらいの勢いなんですけど全然昨日の方が眠かったですけど、基本メンバーと喋る時はこんな感じかも。エレタンとか結構何してんのって感じかもしれないブレーキ上げる時上げるんですけどね、基本これフリーフリーでもなんかいいですね。ファンの方にもさ、こう本当にフリーなところ見せれるっていうのはなんかすごいレアな配信ですね。朝ラーメンしたことある？忙しいけんさ、記憶にないっけ。あ、ある、全然あるわ。熊本のその地元のラーメンが好きで、でもそこはもう本当に朝にいつも人気すぎて、その店が開く30分40分前にもう並んでるんですよね。だから30分40分前に並んで朝一からラーメン食べてますよ、よく。本当に化粧ってすごい。そう、悪口は書いてません。私私ね、まあ、そう、顔を見て、あ、ちょっとさ、なんか見るか、顔違くねってなってそう、さ、言ってますよね。え、見ないで、やばい、出ていけ今日は結構割となんかね、不調なんですよ、顔が。わかるよ、化粧はすごいけどさ、そうさ、今日は特別、昨日たこ焼き何個食べたと思ってんだ。50個くらい食べたんだぞ、本当にもうしろっとさ、正直すぎるんだよ。もうわかるよ、ミクもめっちゃ正直やけん言うけどさ、ひどいよ本当に。まあなんかスピの方が好きって言ってくれる人いるから嬉しいんですけど。そうだよ、そういえばタコパしてたんだよ、本当に。もう11時になるじゃん。私が一番たこ焼き食べた、本当に。夏美の作る焼きそばも美味しくておかわりしたし、焼きそば食べておかわりしてたこ焼き食べて、やばいですね、めっちゃ食べたわ。ツインテールしてください。いいよ、できるんかな、この髪の長さのツインテール。雑誌でやるけどな、今外羽になっててさ、幼いでしょ。今年21の代だよ。可愛いってありがとうございます。全然小学生でもいけると思うよ私。ただナイスバディすぎてね、ちょっといけない感が出てしまいそう。私がランドセル背負ってツインテールしてしまった。だからね、友達だから君が来るまで素直な気持ち仕上げ仕上げ仕上げいつか青。なんで踊れるねん、もうなんで踊れるねん、タタタタタタ、踊れる自分が怖いよ、怖いよ。
その距離からコメント見えるの見えますね、目いいから。あ、見えませんでした。ここだったら見えるかも。近くに来てって。しょうがないな。どうした？うん、治ってない。最後のトランスター見よ。でもなんかあんま痛くなくなってきた。どっか行っちゃった。決まってるからさ、一日何錠までみたいな、何シールまでみたいな。モバミ見てありがとう。みくちゃん疲れてるから笑顔で充電してください。元気をあげる。顔好き。死ぬ、そんなすぐ死ぬって言って。本当にダメだと。やばい、近い方がドキドキする。そりゃそうだよ、近い方がドキドキするに決まってるでしょ。ねえ、怖い。では近くに来たらドキドキするよ。ミクだってドキドキするもん、近くに行ったら。そう、私口の色なさすぎてね、血色ないって言われるんですよ。顔色悪そうって言われるんです。クマとかもあるしね。めっちゃ寝てるんやけどな。唇を近づけてください。それは無理です。なぜかというと、あなたは今初見だからです。距離感大事。田辺さん、それ深い意味に取れますね。距離感大事です。もしバイトするならどこでバイトしたいですか？パソコン使う、なんか IT ではもうその仕事か。OL、 ダメ、バイトじゃない、バイトじゃない、バイト？スタバ、スタバか。うーん、なんかめっちゃ働くところがいいな。そう、パソコン使うなら練習しますよ。カチ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 。今日は辛いことがありました。辛いことがあった時、ミクリは何をしますか？あー、高陽子。辛いことがあったらマジで何クソこの野郎と思いながら明日を生きる。なんか何で辛いか分かんないんですけど、深いことは知らないんですけど、ミクだったらじゃがりこ食べる。なんかめっちゃ私ひどいこと言うんですけど、この世にいる人って生きてる年齢決まってるじゃないですか。生きる年齢が、私だって生きる年齢決まってるし、みんな生きる年齢が決まってて、いつかここにいるみんながこの世の中にいなくなるって思って、一生この環境が続くわけじゃないんだって思ったら、なんかもったいなくない？その気持ちが、いつかこのみんながさ消えてしまうって考えた時、なんか縛りつけてさ、そんななんかそういうちょっと落ち込むことに対してさ、なんかなんて言うんだろう、悔しいとか悲しいって思うことも大事だけど、それだけでなんかなるって思ったら悲しくて、それだったら好きなことして、自分の決められている生きている時間を生きようってなりませんか？だからなんかそういう風に考えちゃう。なんか私の人生生きる年齢決まってるんだったら楽しいこと考えようってなる。なるほど、元気出ました。ちょっとじゃがりこ買ってきます。って、あ、そうそう、そういう感じでいきな、マジで。うん、なんか過去を振り返って落ち込むことってさ、なんかその自分の考え方次第でプラスにはなることもあると思うから、プラスにはならないような考えることはやめときな。本当にやめときな。
悩みのなんか人生相談みたいになっとくね、うん、だからショールーム見てますだって。ありがとう、それはすごくいいと思います。アイドルのね、やできる時間も限られてるのでね。ムキムキとガリガリの男性どっちがいいですか？ムキムキとガリガリ、マジどっちでもいいわもうムキムキでもガリガリでもどっちでもいいよ。その人が楽しければいい、楽しそうな人が好きだからさ、楽しければいいよその人が、うん、ムキムキもガリガリもプニプニもなんなんでもいいよマジで、うん、見た目で重視するような女に見えるか本当に、うん、腹出た人はもういいんだよ、腹とかも出ても見た目とか関係ないから、うん、本当に本当に関係ない、その人が楽しそうだったらそれでいいんです。ただ私は、私自身はアイドルだからこそ綺麗って好きな人に思ってもらいたいから、私は頑張ってダイエットするけど、なんか私のことが好きな人に対しては中身なんで、別にその人が楽しければいいよ、うん、本当に。なんか見た目だけで判断する人は幸せになれないと思う。見た目も大事だけど、中身って変わることすごい難しいと思うから、なんか本当に私はだから知りたい人を、そう、その人の行動や、もっとだから長くお話ししたいね、その人を知りたい、どういう人なんやろうっていう興味湧くね、人に、うん、変な男に捕まらないないよでもいつかなんか卒業した時、ミクリンは幸せになってねって変な男に捕まないでねって言われるんですけど、マジでなんて言うんだろうな、やっぱそういうのってさ自然と話してたら出てくると思うんですよ人って。なんかなんて言うんだろうな、なんかダメな女の人にはダメな男が寄ってくるのと一緒で、だからその人に見合った人が寄ってくるんじゃない、だから私には私に見合った人が寄ってくるんじゃないかな、うん、こっちでしょ、こっち見栄になってるの寝すぎちゃったから。でもね普通の二重にも戻せれます。でも見栄になっちゃいます、こうやってやったら戻るんですけど普通の目に。眠くなったり、眠くなるっていうか寝るときはだいたいこうやって見えになりますね、うん、タラコ唇がコンプレックスなんですけどどうすればいいですか？そうなん？コンシーラーで隠せば、なんか見栄になるのはいつもです。お、なんかよくなんだろう、見栄になる、ほとんどいつも見栄になるから、なんかこうやって癖づけてる。髪はね伸ばしてるんです、ちょっと一旦めっちゃ最初に切った時の前下がりで結構長かったから、今だいぶ伸ばしてていい感じ、伸ばす、うん、あ、熱出ると二重も変わる、見栄になる、コンシーラーバラ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 見た目関係なく好きって言ってくれるミクリンが好き。見た目で悩んでる人多いと思うんですけど、見た目で判断する人ってそこまでの人間なんで、うちはマジで中身、
辛い、見た目で判断するこの世の中が。まあ可愛い人見ると癒されたりしますけどね。なんかでも内面とかが良くてテレビ出てる人とか、なんか実力でテレビ出てる人とかいるじゃないですか。そういうこともあるから大丈夫。写メ会の時の髪型楽しみ。メイクさんおるんかな。なんかおったら可愛い髪型したいけどね。なんかね、ボブの髪型難しいじゃん。やけどするからさ、普通にここら辺の毛とかさ、なんか短くて、このなんていうの、この毛とかここら辺がもう短くて、ストレートにするとこう当たるんですよ首に。だから難しいんです。ロングの時は重さでだいぶストレートになっとったんやけど、ボブってなんかこの外側とかここら辺をやらなきゃいけないから、やけどしがち。そう、首やけどした、もうこれ以上やけどしたらやばいです。うん、首周り髪でチクチクしない、あ、しますします、するからここら辺荒れてるんですよ全部。皮膚科今度もう行った方がいい絶対ってマネージャーさんにも言われて、まあ、分かんないんですけど、結構首が荒れてってめっちゃかきむしっちゃうから、こういうなんか保湿した後にこういう髪がここら辺につくともう変えちゃうから、皮膚科行こうかなって。そうそう、体調崩しがちだから、ちょっと2回目なんですけど皮膚科行くの、やけどして以来なんですけど行かなきゃと思って。そうなんです。うん、次のシングルではセンター狙いますか。いや、センターよりも人気を狙います。ポジションはどうでもいいんですよ。私はなんかそれより前に来てくれたり、グッズ買ってくださったりとかしての勝ち取ったその地位がいいから、私はまだなんかなんて言うんだろう、何年も活動ずっとし続けててさ、飽きられたりするのってすごくあると思うんです。まあ飽きたりするじゃん人って。だからなんか、あ、そう、女性人気を増やしたいよなとかコメントくるんですけど、そういうのもなくて、別に応援してくれてる人だったら男性でも女性でも関係ないって自分思ってるタイプの人だから、なんか女性人気が増えたとこでじゃあ何の仕事につながるのって言われたら、ファッション雑誌とかにつながると思うけど、別に男性人気ある人でもファッション雑誌載ってる人とかもいるし、そういうなんか区別つけてないです。男性のファン、女性のファンみたいな、どっちも嬉しい、応援してくれてることって。だから今はなんかセンター狙いたいって気持ちよりも、なんかもうちょっと自分の人気とか気を引き締めて完売をもっと増やしたりだとか、なんて言うんだろう、私はそのなんて言うんだろう、もともと自分のフロントに上がれたのも、これは前のマネージャーさんに言われたけど、ミク本当に完売が多かったりとか、 SNS や頑張ってたりとか、グッズの売り上げがすごかったりとか、目に見えないところで結果をたくさん出してたからフロントになれたっていう言葉を聞いて、実力で勝ち取りたい位置だったの。だから総選挙も28位の時だったし、キスマチの時は結構順位も上がってたから、だからなんかあんまりそのなんて言うんだろう、言えないです。こんな今あんまり安定している状態でなんかセンター狙いたいですっていう発言ができないです。なんかめっちゃ人気があるときにセンターになれて、いつかセンターになれるようになりたいけど、私はそれを言うまでの価値がないので、なんかもうちょっと今人気を増やしたい方が多いです。別に
フロントにいることだけでもすごいことだから、それを踏まえた上で私はまだ今一番思ってるのは人気が欲しい正直人気が欲しいです。完売を上げたりだとか、圧倒的な存在になれる人になりたい。そのためにはまずダイエットやったりとか可愛くなったりとか、症例も定期的に、最近荒れてなかったので定期的にやったりとか、まあ本当にそういう部分から結果がつながっていければいいなって思うし、公演とかからだからなんかちゃんとやろうって思いますはい。でも悔しいって思ったりとか、なんかそういうことを思えるのは真面目に活動しているからこそ思える気持ちなので、すごく思います。ですね、それ以上可愛くなったらもっと惚れちゃう、もっと可愛くなるんで期待しててください だからミクのことを一生懸命応援してくださってる方が悔しいっていうのはすごく私も悔しいけど、なんか本当に誰ですかっていうぐらい見たこともない人から悔しいだろみたいなこと言われると、あとは私の何を知っているのって思っちゃう。だから本当に来てくれる人を増やしていきたいです。会おうって思ってくれてる人とか、飽きられない存在になりたいなと思ってます。あ、そう、ミク風呂上がり、さっきお風呂入った、さっきっていうか今いっぱい話してるけど、本当に会いたい、ずっとミクもずっと会いたい、本当に頑張ってっては言いたくないけど頑張ってほしい、ありがとう。私もまだまだ頑張りたい、でもまた違う目線から見ると HKT にこんなにすごい逸材たちがいっぱいいて誇らしい、なんかHKT いいなって、あの一般目線から見ると層が厚いなって思って嬉しくなる、グループのことが好きだからこそ、なんか大人になったなって思っちゃう、いろんな考えで思ってるもん、あなたのことが好きだからありがとうございます、私も好きだよ、ありがとうございます、はい、嬉しいです、ありがとうございますあ、ミクがいるグループが好きだから HKT のこと好きになれましたっていう言葉めっちゃ嬉しいです。なんか HKT に貢献できてるって思ったら嬉しいです。まさたーん、あ、ありがとう。昨日夏美が家に来てくれてね。なっちゃんこと好きやん。で夏美の焼きそば食べたの嬉しいでしょ。マウント、イエーイ、チームエイチ。そう。なっちゃんが、しかもなっちゃん洗い物までしてくれてめっちゃいい人、いい人いい女って言っちゃった、いい人マジで洗い物してくれたの、なっちゃんが、え、そうやばくないね、えマジで最高の女、見習い女、
見習いような。せい先輩、なっちゃん大好き、本当に。髪あかりのも好きだし、なっちゃんマジ好きな、もうマジ大好きなんだけど、本当になっちゃんのこと大好き。メルちゃん、なっちゃん界隈、もうお姉さんマジで大好き。めっちゃマウント取っちゃう、ごめんね、マサタン。俺夏美ちゃん大好きやけね。そう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 、いやもう夏美ちゃん可愛い、夏美ちゃんって呼んでるの可愛いね。うん、そう、なっちゃん前髪やっても前髪なくてどっちもか。あ、でそんなことでもね、タオ投げてくださったことに話さなきゃ、ありがとうございます。何投げてくれたんですか、ありがとうございます。本当に昨日はちゃんとミクのことを見てて、お、ありがとうございます、嬉しい。夏美ちゃんって呼ばれたりする、え、かわいい、なんじゃそれ、夏美夏美ちゃんって、うん、ターン投げてマウント取るの意味わからんすぎるよね、面白いルーム。笑いのセンス欲しい、みずくん笑いのセンス、面白い人と一緒に行ったらいいよ、バカみたいな人と。だからまあそうですね、みずくんの近くで言うと、まあミクみたいな人と、まあミクと一緒にいればいいよ、うん、ミクと一緒にいたらバカだなと思うからバカが映るよ、そうそうそう、うん、突っ込まれるからさ、バカだと。はい、ミクニのルームにいっぱい来るといいですよ、はい、突っ込んでくれる人もいるし、ミクと同じアホな人もいるし、一緒にいるためには何をすればいい、私と一緒にいるためには稼げばいい、お仕事で稼いでそのお金で来てくれればいい、うん、簡単な話、うん、稼げばいい。ここは笑いのセンスを磨くんではないよ、てつさん、うん、いつから勘違いしてたの、うん、まんまんね、違うよワンワン、うん、稼ぐぞーだって頑張ってください応援します、頑張ってください現実的すぎてすみません、頑張ってください、現実的な答えしかできないんです、はい。お笑いのセンスをください、 M、 あなたのお名前がもうお笑いのセンスの塊だから大丈夫よ、本当に私にも手が負えないわ、うん、稼ぎます、お仕事頑張ってる人好き、マジで。野球は詳しい、野球マジ詳しくないよね、でもソフトバンクさんとコラボさせてる機会が多いから私も今勉強しようと思って頑張ってるんですけど、柳田さんと、ホーリーくんしかわかんない、わかんないから頑張ってます今。柳田さんをギータっていう、でもまだ顔が一致してなくて、本当にホーリーくんじゃなくてハリーくんです、ごめんなさい、本当に全然無知で全然詳しくないから<笑>ハリーホークくん女の子もいるよね、なんかで、ちょっとまあその前にいろんな名前覚えていきたいと思います。あの子で可愛すぎた誰も真似してくれないかそろそろ終わる時間だね、もうこんな時間になっちゃったから終わろうかな、そろそろ。
いつの間にかも11時半とかになってましたからね。明日生写真なんで頑張ります。龍さん、伊沢さん、12階段、11みんなみく、10位は三つのり、9は一軒、8はるみ、7位はらし、6ほりちゃん、5位ピースのさん、4位こうせき、3位みずくん、2位長時間睡眠希望を1まさた。ありがとうございました。またおやすみなさい。私も寝る準備万端で電気消してここにバタンってするだけなのでみんなもいい一日終わっちゃうけど、明日もいい一日を。明日も会えたら会いましょう。バイバーイ。キューキャ。